はい、皆さんこんにちは、アジでございます。総評さんで三国志10ですね、10じゃないわ、ごめんなさい、13ね、やっていきたいと思いますね。ごめんなさい。もう呂布さんがね、もう待ってますもんね。でも勝敗にはもうそれほど兵がいないはずなんで、このね、将兵の回復の速度が速いとね、ほんと泥仕合になっちゃうんですよね。でしょこれ。嫌になっちゃう。ほんと。着手しよう。え？いいだろうか。はい、ちんとこの戦の三軍に任せると。はい。私は何も言うべきじゃございません。まず勝ち手より戦を持ったこと。さあ、これどうしよう。また同じ、あ、今度私が前線にいるわ。こっちだよね。じゃあ行きましょう。あ、趙雲さんに馬に乗せてこなかったのは大きなミスだな。我こそは天下無双の師。そうか、あと遠家が、うわあ、あっちから行ってんね。あ、でも兵の数がだいぶ少ないわ。今こそ勝機だ、俺に続け。あ、使っちゃったね、やっぱり。我が計略受けてみよう。逃げれる？いや、これは逃げれないな。あ、違うわ、あれか、めんどくさいやつだな。こっち行っちゃおうか。承知しました。お、こっち来た。でも全然恩恵受けてるのこの人だけだね。皆の者、私に続きなさい。はい。いや、さすがにこんだけ囲まれるとね、ちょっと怖いわ。どうしましょう。ちょっと引き返そうか。ちょっと引き返そう。承知しました。あ、お疲れる。お前早い。いやー。関雲長の部。いや、あ、外れた。さあ、ここで相手しましょう。あ、まだ溜まってないんだね。さあ、じゃあ、総評さんと行くぞ。囲んじゃいましょう。かしこまりました。あ、いや、あなたダメよ。お任せあれ、皆の者、力を示せ。関雲長、前。はい、参ってください。従え。強いな。氷山の長子流、押して参る。総領さん真ん中に置いたら失敗だな。うわ、両方来た。ここで止めるか。あ、陳頭さんがやばいね。あ、でもなんとかなってんね。これはいけそう。ちょっとスピード遅くしましたね。両方と艦船が一騎打ちを開始する。あ、見ましょう。命が惜しけりゃそこをどけ。我と武を競わんと欲する者は前に出よう。我が力その身で知れい。くらえ。ほう、あ、相手一機持ってんだ。てか、龍馬さん一機持ってないんだね。そうなのか。あ、これ飛ばしますよ、もう意味ないんで。ほう。あ、勝ったね。最後防御するところがいかにも作詞だね。はい、飛ばしましたよ。さあ、一騎打ちに行って龍馬が完成に勝利しましたと。さあ、あと残りの皆様方は、あっちか、菅親子はあっちね、菅親子はあっちね。さあ、これで落としましょうよと。これが兵撃っていうやつなのかな？別に、条件が出てるわけじゃなくて、士気が上がってるからかな、こういうのがなってですね。やられたか。はい、一つ落としましたよ。で、お次。ああ、そうよ、そんな突っ込んじゃダメだよ。承知しました。あ、強撃ね。もう私んとこも、わあ、2000超えちゃった将兵が。
ってないね、采配は。あ、逃げた。よかった。助かった。関雲長の部、戦慄と共に死ね。いやー、呂布さん相手だったら勝てんだけどね。炎症が中に入ってるとちょっと大変だね。あ、逃げちゃった。じゃあね、せっかくだから前塞いじゃおう。お任せあれ。あ、そうだ、馬じゃないから無理なんだ。馬じゃないから無理だ。あら、あなたどっち？長領、あ、これ長領さんだったのか。しかも副将二人もいたわ。ちょっと早送りましょうか。どこ行くの？ああ、そっか、長領さんに行っちゃおうか。かしこまりました。一応これやっつけていきましょう。なんと。で、あなたたち二人はもう本陣に敵本部にね。ん？承知しました。はい、どうぞ。こっち取ってもいいかなと思うんですけどね。でももうこれ以上士気は上がらないんで、あ、敵の士気もね、あ、でも敵の士気が下がるんだわ。合皮で城塞を周大さんが破壊してると。ここで止まるのか。じゃあ私はね、そうだ、進む。おい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 、こんなはずじゃ。はい、旅霊機さんですか。ね、もう、あ、待機しちゃったね。はい、行っちゃおう。行くぞ。で、はい、関東さんがね、両方戦を恐れ。関東さん、あ、ちょっと待って、いつの間に、いつの間にこの本陣に。あ、でも大丈夫だね。あ、遊戯さんと美塾さんだけど、副将が美塾さんだね。まあ大丈夫でしょう。で、こっちでこれ使っちゃいましょう。定山の長子流、押して参る。強いね、やっぱ長雲さんは。大義のため今こそ。足を引っ張り寄って。さあ、今度こそここ取れたんじゃない。ただ愛想家の集大勢が自瞬へ攻撃を開始。うわ、自瞬は我々だったよね。尊敬の勢いがすごい。ちょっとどんな感じなのか見てみましょうか。采配を中断して、どんな感じになってんでしょう。うわー、取られてんね、こういう。で、自瞬か。また分断されちゃうじゃない。ダメだな、こりゃ。ダメだ、これ分断されるわ。勝敗、落としてる場合じゃないかもしんないね。で、采配ね。あ、いや、待って。報告します。はい、西寄り提案がね。もちろん良いぞ。はい。いやー、こら、劉備先生、戦ベタだわ。戦ベタとはね、読んでましたけど、ゲームでも戦ベタとはね、思わなかったね。はい。皆さん待機なんですけど、まあ勝手にやってくれでしょう。はい、全部隊落とし、あ、でもやっぱり落とさないといけないよね、これね。あ、いや、我が本陣の劉備さんとこにね、敵が一人残ってましたよね。全滅じゃないもんね。皆の者、私に続きなさい。はい、これなんて言うんだろう。さ、お、長雲さんが先行第一、あたしは7位か。我が家に貫く敵などいません。次の戦もお任せくだされ。さすが長雲さんは僕にとても常人の多いところではないなと。皆の畑に礼を言うと。さあ、もうね、勝敗1万人超えてるでしょう。これ、大丈夫かい？はい、絆が固まりましたね。水子と炎寒が新車によって放流になりましたと。で、じゃあ次どうするのと。これだ、あ、カンペさんだね。カンペさん誰？あ、水子さんね。あなたは、あ、シバフさん。おお、誰と、あ、できない。皆さんできませんか？
かできませんね。うん、あれがどうやって起きるのかわからないですけどね。傍聴傍聴で、加工トンが炎症からケアしました。獣肉炎症から炎症後からケアしました。で、帰るのちょっと待って、ここせめて抑えていこうよ。いや、来た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 、なんか来たなんか来たよ。ちょっと待って、あんたどこ行くんだ。あ、防衛か、防衛ならいいね。はい、総兵の部分ね。構わんぞ。はい、いや、ここ取ったらだいぶ違うよね。ジョナにて、バジチタンって読むんだっけ、この人。反響のセットのようにね。バジチタン様が竜神様により牢屋大使に任命されたようです。はいはい、報告します。あたし大使じゃなくなったのね。もちろん良いぞ。でも、まだできるよ。あ、監視が大使に撃たれました。あら、幹部に。女性とか見境なしだね。あ、私は可否か、可否の大使か。じゃあまだいいのか。はい、可否の商業が発展したため、市場に大きな、市場かな、大きな施設を建設できます。じゃあこれはね、醸造所ね。さてさて。はい、可否に醸造所を、ああよかった、可否の大使だったんで、そう、奪われなかったのによかったね。反響は実績移り、意味を作詞を名乗りました。これで我が軍の反論高校賞を発表します。そら、超運さんだよね。美穂さん頑張ったね。超運の働きね。まさにと。ああ、受信が奪われました。州長ら3人が州大臣に捕獲されました。総評管轄の会議から1人の部長が移動しました。11人の部長が移動しました。集落取りましたよ。建築ね、10日だっけ。あ、一応やっときましょうか。うん、はい、報告します。総兵の訓練はしてはどうかと。もちろん良いぞ。ルールを作ったらそこで待機したら将兵が回復するのかな。残ってないよね、将兵。残ってないよね。民が歌手を、献上してまいりました。民は将兵の発展に大層感謝しているようです。達成期限が過ぎたため、可否の年指名が来てもないな。勝敗取れなかったもんね。下がっちゃった。よいしょ。あ、なんか増えた気がするよ。いけんね。超人。あ、お似合いだね、この二人。超人。いけんね。うん。はい。はい、100になりましたね。ちょっと待ってね。軍事移動したんだな、これ。報告します。美子より可否での文化投資。はい。もちろん強いぞ。で、ということはね、あ、今これ建て終わったんだね。あ、将兵回復してるわ。あ、すごい。これは出先でも回復できんだ。でも兵糧は減っていくんだよね。難しいとこだよね。じゃあ解散しましょう。着手するぞ。さあ、これで可否はしばらく安泰ですね。可否の周りを見てみましょうか。どうなってんの。牢屋があって、北は、こうだね。で、北海。うわぁ、旅費が出てきて、旅費じゃない、旅費が出てきて、あ、どっち行くの。あ、おぉ、すごい。孫家どこまで行くんだ。いやすごいね。しかも劉備さんどこ行った。劉備さんは、あ、これは、あ、賀来さん、これ賀来さんだよね。ジョナンの武将、あ、違う、あ、賀来さんだわ、やっぱり。うわ、知力101ね。じゃあね、厄介しちゃった。さあ、じゃあ私は臨機応変、とりあえず今は臨機応変なんだね。長雲さんは大親友になっちゃったからね。さあ、あ、都市は敵さんだったんだ。あ、弁士がいる。
おほさあどうしようと思っていたら時間が来ちゃいましたね。この辺で終わっておきましょう。三国志13話になります。どうもありがとうございました。